フレデリック・ショパン作曲のピアノ競争曲第1番補単調作品11は1830年に完成された。ドイツ出身のピアニスト、作曲家でショパンが一時弟子入りを考えていたフリードリヒ、カルク・ブレンラーに検定された。楽譜の最初のページ第1番とあるが、実際は2番目に作られている。 最初に書き上げたヘタンチョウ曲を1830年3月17日にワルシャワでのプロデビュー演奏会で初演した後に作曲に取り掛かった。新作のコンチェルトのアダージョは補聴調だ。これはことさら効果を狙ってのものではなく、むしろロマンツェ風の静かで憂いがちな、それでいて懐かしい様々な思い出を呼び起こすようなある場所を心を込めて じっと見つめているようなイメージを与えようとしたものなのだ。美しい春の夜の月光を浴びながら瞑想する、そのようなものでもある。1830年5月15日付のショパンの手紙より、そして同年の10月11日、ウィーンへ出発する直前に行われたワルシャワでの特別演奏会において、ショパン自身のピアノ独奏により初演された。その後、 1832年2月26日のパリデビューでの演奏会でも演奏されて好評を博したために出版の運びとなったことが翌1833年の初版に記されている。カルク・ブレンラーにこの曲を検定したのもパリデビューに尽力してくれたことへの感謝のためであった。その後もショパンは演奏会でもっぱらこの曲を演奏し、弟子たちにも練習させた。 このことから、この曲を第一番として、最初に出版したのはショパンがこの曲を自信作だと、みなしていたからだと考えられる。この作品は、彼の故郷ワルシャーへの告別と、希少の意味が込められていると言われる。競争曲としては、諸女作でロマンティックな情念と相違にあふれる第二番と比較して、前作の経験をもとに書かれた、この第一番は、 構成を重視した作りで規模も大きい。ピアノ独奏部に対してオーケストラの部分が貧弱であると批判されることがあり、カールタ・タウジヒ、ミリー・バラキレフなどが自作の還元楽編曲を残している。この曲の自筆譜はほとんど現存しておらず、ヤン・エキエルによるナショナル・エディションによれば、第2番同様に現在の楽譜は他人によりオーケストレーションされた可能性が高いとされている。 しかし、第二楽章で弦楽器に弱音器をつけるなど、第二番と共に、ショパンが苦労しながらも、独自のオーケストレーションを試みていたことは、間違いない。ナショナルエディションでは、作曲者が楽器の指定を書き込んだ一部現存するピアノスコア、オーギュスト・フランショームがパート譜をもとに作成した、ピアノ編曲譜などをもとにしてショパンが本来意図としたで、アローオーケストレーションを復元した。 コンサートバージョンと従来の楽譜を肯定したヒストリカルバージョンを観行している。第2番より管楽器が拡張されている。従来の楽譜の編成はエケールによるコンサートバージョンでは現代的な楽器変更がなされている。変更点は普通にライブで接するとテンポの目まぐるしく変わる作品であるかのような印象を受けるが、実質譜にそのような指定は全くない。 かつては、第一楽章が長すぎるとして、カットをするのが慣例であった時期があった。小林俊之、大作曲家は語る東京草原社、1977年12月10日、P239 ワルシャーからポトル人在住の親友、ティトス・ボイチェホフスキにあてて。この点については、ショパンが参考としたカルク・ブレンナーや、 フンメルラ当時のビルトオーゾたちの競争曲が競争的要素よりもピアノパートを強調するためにオーケストラが伴奏に回る部分が多かったこと、病弱なショパン自身がオーケストラとの共演を好まなかったこと、ショパンの関心が競争曲よりも独奏曲の方に向いていたことなどに注意する必要があるショパンピアノ競争曲第1番、第2番ミュージックサプライありがとうございます。